続いてはこちらの2人が挑戦。絶叫系乗るのが初めてなので感情が未知数です。何も考えてないけど行ける気がします。欅坂の抱負を落ちるときに1回目落ちるときにちょっとカメラマンさんにずっとしてくれようかなって考えてます。行きます。ちょっと自分で、いやー寒い、今日はあいにくの天気で、あらリポートしてる、富士山が見えません。50メートルにいたしました。余裕あるね。だんだん上がってます。全然大丈夫。コースターが頂上に到着し、いよいよ落下。まだどこだ。まだです。やりなさい。何だ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 、あんだけ言っといて自分で。すごい声になっちゃった。再度挑戦するも、なんだ。一方長浜は、これはこれで無。